ございます、この地域でね踊られております北浦ふれあい音頭、この曲を電車の中で有志の中で、踊っていきたいと思います。なんと今日は歌っていただいてた愛理ちゃん、そして木川直樹くんも一緒に踊りに参加してくれるということで、もうね、嬉しいですね。はい、では見てるだけでもなので、ちょっと踊り方を軽く説明させていただきます。よかったらね、見てるだけでももうね、やってみてください。最初に三角小山です。三角小山を下ろして横にかざしていきます。4歩行きながら1、2、3、4、反対に下がります。それから2つ下がります。下がって下がって、右手から横へ広げていきます。3、4、反対も横に広げていきます。で、右足から横に抱っこします。左から下がってお月様です。はい、で、右の人こんにちは、左側の人こんにちは、開いてちょんちょん、こんな具合でございます。もう一回いきますね。ありがとうございます。三角お山を下ろしてかざします。2、3、4、反対1、2、3、右から下がって下がって横へ2、3、反対に広げる2、3、前へ抱っこ2、3、4、下がってお月様。あ、いい感じです。右の人こんにちは、左の人こんにちは、開いてこんな感じでございます。ありがとうございます。はい、じゃあこれで行ってみましょうか。あいちゃんね、ありがとうね。ありがとうございます。それでは音楽北浦ふれあい音頭お願いいたします。
大変白状します。私間違いました。はい、実はこの作戦は最初に4回踊って4回は踊りしようと思ってたんですが、照明のままね踊りました。はい、最後申し訳ございません。はい、また次回は行きたいと思います。ありがとうございます。ということで最後となりました。今日はね本当にあの行方市の星泣川直樹くん、そして愛理ちゃん、ね、ありがとうございます。どうぞまだ前へ来られてください。どうぞ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 、ありがとうございます。はい、もう若い2人ね本当にこれからもねどんどん頑張っていってもらえたらと思います。私も応援しております。皆さんもどうぞ応援よろしくお願いいたします。そんな中の中、文化祭が無事に開催できましたことは、職員の方々や関係者の皆様、いろいろな方々にご協力いただいて、この形で開催できました。本当にありがとうございます。出演者一同、本当に感謝しております。そしてこれからも、この中ではございますが、この文化の交流、いろいろなこの豊かな文化をどうぞ伝えていきますように、今日の一日がまた第一歩となって続いていきますように願いを込めまして、最後に三本締めで締めさせていただきたいと思います。どうぞ皆様お手を拝借させていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、それでは皆さん最後にね三本締めで参ります。お手を拝借よの演目が終了いたします。本日は皆様最後まで本当にお疲れ様でした。会場の皆様も最後までご協力ありがとうございました。皆様お気をつけてお帰りください。本日はありがとうございました。